マイズル21ビルマイズル21は、京都府及びマイズル市が共同出資する第三セクター。国際貿易コータル、マイズル港の輸出入促進を目的に FAZ 施設の管理、運営がされている。マイズル港マイズル港は1901年にマイズルチンジュフが開封して、以来の軍港として有名であるが、1913年に、 大型船が入港できる埠頭が完成したことから、対岸貿易を中心とした日本海側の重要な商工としても位置づけられた。第二次世界大戦の勃発により一時は軍港として特化された舞鶴港であるが、1953年に京都府が港湾管理者となると、舞鶴港を北近畿の拠点港として整備すべく西港を国際貿易港。 東港を国内貿易港として、その機能をさらに拡充させるため、港湾整備に着手することとなった。その成果もあって、1995年に日本海側港湾では初めて FAZ の指定。FAZ とは、港湾や空港周辺地域に設定された輸入促進地域のことを言い、舞鶴港も1997年10月に、 貿易関連事業者用フィスや展示場、物流施設など、貿易関連機能を集約させた、マイズルコー FAZ の中核施設が完成させ、輸出入ビジネスの支援体制が一層強化されることとなった。商業、飲食施設、ありがとうございます。